前回のお話、ガートランド城に着いたよ。さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。ドラゴンクエスト10オフラインやりましょうか。さあ今からね、このガートランド城のクエスト進めていきたいと思います。アロルドとマイユだったかなっていう子が、なんか前回行ったところのなんか放火台、ここに来てくれてたんで、じゃあ今からここまで行きましょうか。さてね、なんかここのね、城下町ガートランドのところではね、腕の立つ人たち、強えやつがどんどん失踪していくっていう事件があるんだよね。その真相を探るべくね、なんかやってるらしいんだけど、ちょっとそのお手伝いしてやりげましょうかということで、放火台なんか入りましょう。さあこの中でなんかイベント進むんでしょうか。誰もいないけどあれ、誰もいないけど、あれ、ここに来てって言われなかったっけ俺。誰もいねえじゃん。こっち、あー、ここでいいのか。こっちか、こっちか、ビビった。あ、来た来た来た。まゆちゃんだ。かわいい。どうした？あ、来てくれたんですね。入れ違いにならなくてよかった。めっちゃ探したで、俺今。アロルドがいなくなってしまった。アロルドもいなくなったか。強えやつがどんどん失踪していくんだよ。このアロルドとこのマユはね、まあもうラブラブ婚約した的な。何、うわー、そんな風に消えるんだ。不可避やんこんな回避不可じゃん。どうすんの、俺も捕まる、やばい、俺も強えから。あ、なんか今黒いもやがアロルドを巻き込んでしまったってね。いや大丈夫ですよ、飛ばしちゃった。なんか今一瞬一個だけごめんね。このことを報告しに行かなくては。グロスナ王にアロルドがもうやばいですってつ言っちゃったよ。え、マジか、俺も報告しに行くか。ちょっとこれ、え、その人が消えるってこと本当にあるんです、皆さん。あるんです。どうしようこれ。え、目の前でいなくなっちゃった、どういうことね。おい、マジかよ。あのアロルドってやつは俺の味方じゃ相当の腕前のはずだがね、ガラクタが消えてしまったら悲しいですが、言うのさない、オーカが消えようがわしには関係ねえです人の心を持てお前は。あ、どうもこんにちは。アロルドのやつ消えたんだってな。マユさんとの婚約して幸せだったのに、マユさんはガードランドに戻ったんだろ。王に報告するとはいえ、一人でガードランド城を渡るとは大した女性だ。でもやっぱ心配だ。あんた知り合いならガードランド戻ってマユさんの力になってやってくれ。ちょ、分かったよ、マユのとこ行こうぜ今から。さっき思い詰めた顔をしてマユさんが一人で帰ってきました。まさかアロルドさんに何かあったのでは。彼女はまっすぐお城に向かいました。行ってあげてください。じゃあ王の元行ったんやろうな多分。ちょっと俺も王の元で急ごうぜ。走れ俺。さあここがな王の間。さあマユは来てるんでしょうか。いた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 、こっちです。なんということだ、アロルドまでが姿を消したとは。やばくね、もう滅びるよこの国。グロスナー王に申し上げます。誰？輸送団員のギザックが帰還いたしました。火急の報告があると申しております。ギザック、おお、行方知れずの輸送団が帰ってきたのですか。あのクレーンに物運んだ人たちだっけこれって。でもボロボロ大丈夫かお前。おい、ヒール、ヒールじゃねえわ、ホイミベホイミ。申し訳ありません、グロスナオ。よ、私たちはグレン城へ大変な品を届けてしまったようなの。いや、もう知ってる知ってる知ってる。そのことなら気にせずともよ。うむ、すでにマリーン殿の働きで解決済みである。いや、解決でいいとらんで、それは。そうでしたか、よかった。寄贈された王の指令書を見せて私たちを騙したあの女、やつはグレン城に偽の贈り物が届けられたのを見届けてから私たちを捕らえました。誰だそれ。女、白いベールで顔を隠したあの女、正体はおそらく魔物です。私が捕らわれた場所には、どこ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 、私が閉じ込められています。グロスナー王よ、どうかお助けください。そこでアロルド言うんかな。うむ、ざっくりよ、よくぞ知らせてくれ。どこですかちなみに。スピンドル兵士長を呼べ。スピンドルさん戦えるんかあの人。小太りのおじさんやけど今。
スピンドル兵士長参上。レベル上がったやん、すげえ。来るだけでレベル上がった。私の出番が来ましたね。あとはガートラントの花、スピンドルにすべてお任せを。大丈夫かよ。ではまたな。いや、何も情報聞かずに来て帰ってたよ。なんだあいつ。そういえばギザック君、その白いベールの女とやらはどこにいるんだったかな。早くそれ教えてあげなきゃ。城の南東、ギルザット地方の初めて行くとこ。廃屋の暖炉に秘密の通路があるの。廃屋の暖炉。湾岸の集落への道中にある廃屋です。オッケーオッケー、全然わからんけどオッケー。やれやれ、頼りないね、スピンドル兵士長。私も手伝ってやろうか。マリーンさんに手伝ってもらったら。いえ、結構。通りすがりの賢者の助けなど、我が剣の前では何の役にも立ちません。失礼だぞ兵士長、なんだこいつ。行っちゃったよ。嫌われたもんだね。おう、じゃあ私はギザックの傷でも見ていいよ。癒してだもんね、あなた。回復してあげて。なんかすげえパワータイプっぽいけど、僧侶。スピンドルのやつ大丈夫だろうか。もう久しくやつの剣技を見ておらぬが。大丈夫かよ、俺が行ってくるよ。私も行きます。もしかしたらアロルドもそこにいるかもしれません。マユちゃん、俺も行くよ。一緒に行くか、マユちゃん。あなたも力を貸してください。いいよ。お願いします。ありがとう。即はい。ギルザッド地方の廃屋の暖炉だったわね。では、行きましょう。いや、マユちゃん超可愛いから超好き。というわけで、マユちゃんと一緒に冒険の始まり。楽しみが、楽しみすぎる。さて、オーガの女の子。を連れて俺は今から冒険に出るぜ。グレン城には魔晶石のネックレスが届けた事件と行方不明が繋がっていたとは。犯人は白いベールの女。女の目的は分かりませんが、今こそ行方知れずの者たちを助け出すチャンスだ。ということで、ガードランドの領を南東に抜けてキルザット地方の東に進んだとこだよって分かった。スピンドルを赤くして兵士となった凄腕の選手だ。だが大丈夫だろうか。いや、大丈夫かな。じゃあ行くよみんな。あのスピンドルさんって一人賢者様の方が強そうだわ。あのスピンドルさんっておっさん強いのか。俺にはそう見えなかった。グロスナー王が頼りにするぐらいだから、なかなかの腕前のはずだけど、早く行こう。ねえ、海賊のアジト、そいつは素敵なガラクタがありそうですねってブレねえな。あなたしか頼れる人がいないのっていいよ、マユちゃん。よいしょ。じゃあちょっと今からね、この南東のギルザット地方ってとこ行きましょうか。さあ今から外へ行こうか。行方不明事件を解決するために、いよいよスピンドル兵士長が出動なさったようですね。あなたが部下のダイダラさんでしょ。部下なの。聞かれたら、黒幕が潜んでいる廃屋の場所を説明してやってくれと頼まれたんですよ。兵士は本当に面倒見のいい方ですね。ガンドランド領を道なりに南東へ進むと、ギルザット地方に出ます。あとは地図を見ながら、海賊のアジト跡を目指せ。だって、南東だね、まずここ。ガートランド領を南東に道なりに進んだ先。はい、というわけで、南東だからこっちか。まあ、この外壁沿いに適当に進んでいけばいいのかな。ちょっと、マユちゃんって戦闘参加してくれるかな、マユちゃん。5人パーティーになってるかな今俺たち。さあドラキーマ5人パーティーキッド。わー、聖剣好き。格闘ですね、格闘。武闘家物理です。拳で戦うタイプ。はい、ブン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 ハロー。強くねドラキーマ強くねちょっと待って、ドラキーマ体力あるな。お猿さんごっこ大きい。何お猿さんごっこって。ドラキーマ1体だけやつけた。強っ。聖剣好き。まゆちゃんレベル30ってことは、適正レベル帯は30かもね、この辺。もしかしたら経験値高っ。まあここの敵よりももう一個先のところの敵で経験値稼ぎしながら行こうかなと思います。まあ、とりあえずキルダット地方行こうか。このまままっすぐ行きます。あれ、キルダット地方ここの下なんだけど降りれません。道間違えました。いや、待て、違う。そこじゃないルートがある。そこじゃないルートがある。こっちからも行ける。こっちからも行けるルートがあるだろ、そこに。あったー！
なんだよ、言ってくれよ、迷子だろ俺。めちゃめちゃ迷子だったわ今、焦ったー。さて、キルザト地方に着いてから、あとは海賊のアジトを目指せって言ったけど、ここから海賊のアジト目指すんだね。オッケーオッケー。これ鉄道の線路かな。どこ、なんか丸ついてるとこ2個あるけど、ねえ、あれサブクエかな。さて、なんか鳥くんがいます。何こいつ、名前暗黒鳥。ピーキー、わからへん。魔物の群れはいっぱい出てきたけど、不意をついた。よし、じゃあみんな頑張るか。とりあえず聖剣好き。いやーでも結構硬いけど、デスパロットね、名前は。フリーズブレード強すぎる。フリーズブレード強すぎる。敵硬いな、マジで。マグマ来た。はい、ボーン。土耐性が下がった。土耐性下がるね、マグマは。硬くね、敵マジで。せい、やっと1体か。フリーズブレード、せい。さあ2体、あと1体。はい、ブレイク、守備力下げて。恥ずかしいダンスってなんだよ。渾身の恥ずかしいダンス。マグマ、ドルクマじゃないよね。冬ついて2周目でようやく倒せる感じ。経験値高っ。ちょっと、経験値高っ。いや、高くない？さすがに。今、高くて俺ビビっちゃった、今。俺、そんな、マジで、こんな経験値もらえるんだったら戦うわ、毎回敵と。さあ、大体君、とりあえず次は、おののまた新しいスキルを覚えるために上げていきましょうか。蒼天魔山が欲しいので、とりあえず、蒼天魔山。敵一体を単体攻撃やつ。単体攻撃やつ。大事です。覚えるためにスキルパネル進めていきましょう。さあ、アックスファイダー、ダイダラです。いや、マジで絶対レベル足りてない、俺。絶対レベル足りてない。でも、そんなの関係ねえ。で、今から行こうぜ。海賊のアジトへ。なんか、ボロボロの廃屋？これか。の暖炉がどうとかって言ったよね。これか、暖炉って。古びた暖炉だ。よく見ると、入り口らしきものが隠されている。入ってみよう。ここが海賊たちのアジト跡なのかな。ね、もう答え書いてたけど、普通に。めちゃめちゃわかりやすかったけどな。はい、来ました。海賊たちのアジア跡。ね、アジア跡。いいね、鉄鉱石。物資もいっぱい落ちてます。うわー、なんか骨が、樽いっぱいある。これ。しっかり調べながら、じっくりまったり行こうぜ。うわ、まあ、マドハンドやドロヌーバーに、で、この、何、地獄の兵士で、ボーンブリズナーとか。敵多いなぁ。まあ、ちょ、全部倒しながら進んでいくよ、もう。君たちをまとめてよ。嗅覚強い。いや、ボーンブリズナー、超強えけど。こんなものね。こいつら、いや、2300。ちょ、待って、経験値高すぎるって。高すぎるって、さすがに。バグってるって。これ、俺がおかしいのかな？わかんなくなってきた。まあ、とりあえず、目的地はな、何、なんかの部屋ですね。まあ、とりあえず、まだ見たことのない敵だけでも全部倒しておこう。で、そしてレベルを全員あと1ずつぐらい上げよう。だから敵が数多いんだよな。まあ、俺たちも多いんだけど、マジで。ね。まあ、ドロヌーバーはただの泥んこ野郎なんで。まゆちゃん、毎回それやってくれよ、会心の一撃。いや、家庭ができましょ、ほんと。いや、ドロヌーバーたちもマジ強えし、こいつも強えけど。ほら、なかなか倒れんな、しかも。いけ。結構攻撃当ててんだけどな。ボーンプリズナーが体力多すぎるな、マジで。2000経験値。これ、レベル上がるわ。一瞬で上がるけどな、レベル。さすがに。力がアップ。いいね。ダストン。強くなるなんて屈辱です。ナイス。もうそのまま強くなってくれ。ディバインスピル。意外と便利なんだよな、ダストンを覚えてるからさ。ダストン、悔しいけど意外といいんだよな。ん？プラチナハンマーの作成レシピだって。なんかそういうアイテムもこれでゲットできんの？レシピって。あ、使えないんだ、ここでは。
そう、まだ戦ってない敵シリーズその3か4ぐらいね。ウェーイ、めっちゃ出てきた。なんかちょっとの敵戦おうと思うだけでめちゃくちゃ敵出てくるけど、このゲーム。はい、ドーン。化け物だよ、これ。ナイス、会心。まゆちゃん、会心率やっぱ高いな、めちゃくちゃ。ねえ、そういう星の元に生まれてるわ。間違いなく。一ターンで誰も敵がつけられないんで、ちょっとやばいよな、俺。ちょっとね、装備更新が強くなるの考えなきゃいけねえわ。俺、弱え、俺。やっとやっつけた、バイキングソウル。こいつも強えって、先行けて2000超え。もう、メタルスライム倒すのと変わんねえぐらいの経験値を毎回もらえるからな、今、ここで。アホよ。うん、アホ。ヒューザーも、両手剣そろそろ行くかな、新しいやつは。ビッグバン来たね、ついに。ビッグバン抱いたら。強くなったぜ、俺。よーし。まあ、あとは多分戦ったことある敵なんで、まあ、適当に倒しながら、ね、先進んでいきたいと思いまーす。なんか敵を倒すたびにレベルが上がる。で、道中、ちょこちょこ敵倒してます。ダストもレベルアップ。わしは役に立ちませんよ。役に立ってくれ！ダスト！ダスト、新しい技覚えろ！お前はハンマーを極めるんだ、まず。ハンマーで、スタンショット、グループの防御力を落とす。いや、これだな。スタンショットを覚えてくれ。多分おもろくなる、これで。経験値高すぎるな、ここやっぱ。さ、また戦闘したらレベルアップ、フーラちゃん。精霊の風を覚えた。フーラちゃん、これで最強技覚えるんだよな、マジで。最強技、強いかどうかわかんねえけど、これ。無限の風ってやつ。やばくね？体力回復して、守備力も上げるっていう、もう6回美味しいみたいな技。いいね。よし。ちょっと今ね、探索まだしてます。よし、佐藤中のところを全部探索しました。各通路にやっぱ樽とかね、宝箱とかちょこちょこ落ちてたんでね、全部探索できたかなと思います。ここにもあるまだ。ブラックパール。ねえ、ブラックパールがめっちゃあったな。よし。スキルアップパネル！神アイテムチーム！やっぱ探索はしようっていうね。スキルアップパネルマジ大だらくに使う必要なさすぎておもろいよな、このゲーム。まあ、ここに入れとくか、とりあえず。回復量アップ。無限の風の回復量アップと、マグマの威力アップみたいなやつ。これでいいかな、とりあえず。ヒューザーはもう使うとこないしな。うん。ダストンはまだもうちょっと鍛えてからやな。はい。じゃあ、ボスかな、そろそろ。ボスくせよな。回復だけして。行ってきます。さあ、この奥には一体何が待ち受けるのか。ねえ。まゆちゃんの婚約者である、アロルドは、いるのか。囚われた者たちも全員いるのか。白いベールのやつ！まったく。私の目を盗んで一匹外に逃がすなんて。ずいぶん舐めた真似してくれるわね。ざまあ、バレたぞ、それで。それとも、私にお仕置きされたくていけないことしちゃったのかしら。なんだこいつ。もう許してくれ。誰の声だこれ。何そのネックレスみたいな。どこかに私を楽しませてくれるような素敵な相手はいないものかしら、ね、俺のことか。ここにいるぜ。かかってこい。魔晶石の力。あ、魔晶石持ってるんですか。すいません、それはちょっと無理です、ごめんなさい。存分に震えるような。あ、ジュリアンテか、ここのボス。あら珍しい、こんなところにお客様。こんにちは。勝負しようぜ。ようこそ私の店に。私の名前はここお店なんねえ。すいません、一人でお願い、一名でお願いします。魔晶石の力を得たのに相手にもならない小物ばかり。ほう、退屈な男たちにうんざりしてたのよ。そうか、どんまいやな。俺が楽しませてやるよ。あなたはどうかしら。
手がいい感じ。ぶり試してあぶっちょーんぶっちょってしながらよう喋れてなお前さあ勝負しようかバーサスジュリアンテ。やべえ、ヨーマジュリアンテ、なんか魅了とかしてくるっていうような多分。さあでもまあダストンいるから大丈夫やろ。さあヨーマジュリアンテから来た。さあ勝負といこうか。まあとりあえずまあ俺だけ命令しとこう。とりあえず今回はスパイでしょ。俺もやることないんだけどな。ビッグバウン行くぜ。かっこいい。ビッグも630。今のマユの必マユいやヒューザの必殺技よ今のが。なあボケボケとかせえ。何がいいやろうなこれ。ロストアタックカブト割り、カブト割りでボケよく下げていくか。カブト割り、さあ守備力下げる。バイシオンヒューザーの攻撃力が上がった、ね、テンプテーション。やべえ魅了された。大丈夫。おい何してんだよ。渾身切りヒューザー一人で頑張って。ヒューザー強。ダイダラは魅了されている。ジュリアンテ様、ジュリアンテ様かわいい、かわいいツッコミポンコツなで。ああよかった、フーラちゃん。俺だけまだ魅了されています。はっ強。無限の風来た。防御力上がるやつ、回復して防御力上がるやつ強。それめっちゃ強ない無限の無限さなんでツッコミ入らへんけど。ダイダラ、ジュリアンテちゃんかわいい。マユ、マユ嫌い、いや好きやけどマユのこと。マユ死にそう、マユ死んだけど。ザオ、いや無知だから全体攻撃なんかきつくね。よしとりあえずカブト割り、えい、守備力ガン下げしていこう。はい、制限。シールドブレイクもう下げるもんないで、うん、遊び出した。だいたい兵器置くやつ、これ強い。まあ、まだなし。おー、ま、あ、セーフ、俺セーフ。また俺、またやられたかと思ったら。さあ、守備力。全員、2段階アップ、眉以外。もう、あとやることなくね、これ。ねえ、お任せ。不気味な光、呪文の耐性下げたけど、ブレイク特に何もないです。総竜打ち、痛い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 、めっちゃ痛かったよ。のでも結構稼い。さあ防御力が上がりつつ爆弾爆発ヒューザー強すぎる。ヒューザーがエースすぎて、あと空気やけど。オノブソー150、俺も強いわ結構。大胆に怒った、なんで俺怒んの。怒んないで俺には。はい、ナイスブレイク、バイションしてくれ。さあドルクマ、つえー、ドルクマもゼロの洗礼、俺のいい効果が消えた、やめろまあ別に、うおー避けるのかこいつ。ナイスいけ。これオストアタックしとくか。まあ問題なくが出そうだねこれ。普通に怒りが静まる。ナイスバイション、いや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 、結構痛えっていう。精霊の風、これ何これ、精霊の風って必殺技やん、テンション使うやつ。えい、何、たまに特技や呪文を繰り返すようになった。バカ強いけど特技繰り返すのは強いだろちょっと待って、それはやばいだろ本当に。俺もブン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 ハローブンブン繰り返せ、 いつか繰り返せブンブン、ね、あ聞いた、繰り返した特技ヘニューヘニューと踊った、自分対戦元戻っちゃったけど、痛い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 、すげえな、みんな必殺技とか使えるやった。いやすげえ強え、これやばい。はい今週切り、いいよナイス、いけ、次みんな強くなった、俺も強くなった。で繰り返せ、もっと、全然繰り返せへんけど、そんなに、そんな繰り返さねえんだ。でヒットポイントが減っていく、呪いをかけた、やばくね、呪いで動けない。ちょっと待って、出すとお前お前お前、さては壊れてるな。出すとなあ、ボスに呪いをかけるってなかなかないことよ。ねえ、出た、聖剣好き、2回好き、聖剣好きあんま強くねえからな。カブト割り、えい、さあ守備力下げて、ピオリム有能だなおめえ、さあ動けない。ちょっと待って、お前実はマジ強えな。
実はマジ強えだろ。2回特技の効果が消えた。あら、まあ、でもこれで終わるやろ。もうさあジュニアで体力赤くなってる。もうすぐだ。かましてやるぜ、オノムソー。ほらマユちゃんも行ったれ。うわいすー、私の婚約者返しなさい。ジュリアンテにメロメロやったらどうすんやろ。ちょっとおもろいけど。さあダイヤ、次レベル30大台乗りました。最強です。ヒューザンもレベルアップ、レベル30大台です。力がみなぎるぜ。最強です。三枚おろしの必殺技、結構必殺技覚えねえな。ダストもレベルアップ。わしは役に立ちませんよ。29でゲバス。よし、さあ倒したけどどうなる。嘘でしょ、俺は強いからな。魔晶石の力を使った、私が、うん、見つけた。お前が、あの、それネルギル様が言ってたやつやで、多分知らんけど。う、普通に消えてた。パシ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 パ、またレベル上がった。今のが白いベールの女の正体か。なかなか手強い相手であった。お前とどめだけ取んなよ。もう経験値もらったけど、なんだお前は。危ない危ない。グロスな王に触ったあかん、触ったあかん、触ったあかん。君たちは囚われていた人々の解放を頼む。何一緒にやった感出してんだお前は。ありがとうございます。これでアロルドも。アロルドいるかな。目ハートなってない。いやジュリアンテ様とか言ってないかな。ちょっとおもろいけど。た、助けか。あれこれ兵隊だけやん、ただの。あれどうして二人しかいないの。アロルドは、他の人たちはどこに。輸送隊だけしかいないの、ここ。他の人たち、あの女に捕らえられたのは俺たちパラディンの輸送団だけだが。アロルド、な、それじゃアロルドはどこにいるの。マユちゃん、もうアロルドはおらんね。とにかくありがとうございます。諦めよ、俺にしとかんか。我々もパラディンの端くれ。最低やな俺。あの化け物さえいなければ大丈夫です。大丈夫、帰れる。ここからは俺たち二人で帰れます。無理せずな。本当にありがとうございました。どういたしまして、またね。さて、秘密の部屋だって。振り返らぬ勇気、この先には何もなさそうだ。壺があるけどな、あれ多分トイレの壺やからな。汚ねえ汚ねえ。よし帰るか。え、どうすんだこれ。おお、どろぼろどろちゃった。とりあえず話すか、みんな仲間。まゆさんかわいそう、ごめんなさい、俺のせいです。どうやらあの魔物が黒幕ってわけじゃなさそうだ。まだあんのかこれ。なんだっけ、大したガラクタはありやせんでしたで、ね、飛んだ期待外れですよ、プキー。手がかりが届いてしまった。アロルド、どこにいるの。とりあえず一旦帰るか。大丈夫かな。スピンドル兵士長がとてもご機嫌な様子で帰ってらっしゃいました。早くて行方不明の犯人を倒したとか。さあダイヤさんも急いでねえ、上司である兵士長を待たせてはいけませんわ。だからあいつ上司じゃないんやけどな。なんで上司になってんだろあいつ。バザーとかはちゃんと毎日チェックするようにしよう、これからね。クジャクの巻物、ほらこういうやつね、巻物とか多分売ってるわ。これ買わなきゃが、クジャクの扇だってね、こういうのもなんかいるんかな、いつか分からへん。剣とかレシピとかたまに言ってるから、マジでチェックするの必須で。ハンマー作れるか見ようぜ、まずレベルアップ。パーン、そう、火事レベルが30に上がった。乱れ打ち、いろいろ覚えたんだけど違う、斧じゃないわ、ごめん。ハンマー、あれプラチナックスレシピゲットしたと思ったんだけど、あ、これだこれだ、プラチナアーマー作成術読んだ。あー、プラチナアーマーのレシピ覚えた。ねえ、こうや、あれだ、ゲットしたやつはちゃんと使わなあかんねや。オッケー、覚えとくわ。あるかな、ハンマー作れるかな、プラチナハンマー。40からだって。へっく、結構すげえ強えから40になったら作ろう。40、まだまだ未来の話でした。ん、ラッキーで戦歴の表紙を見たときゾロ目だったんだ。なんだそれ。
さて、じゃあ皆さん今回ここにしましょうか。さあ、ジュリアで倒したんですけど、で、黒幕ではなかった。真の黒幕とは一体誰？そして、バユちゃんのね、カレピーは一体どこにいるのか。ね、お楽しみに。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録したい方、チャンネル登録、そして高評価よろしく。また見てね。おつぼよ、バイバイ。